にちは、ホテル暮らし YouTuber の静香です。今日は1年ぶりに本部の方にある花風リゾート付着コンドホテルに宿泊しています。こちらのホテルは2時からチェックインすることができて、先ほどねチェックインしてもうお部屋の方にいるんですが、今日はアネックス棟のお部屋を紹介していきたいと思います。前回と泊まったお部屋とまた違った作りだと思うので、今回も最後の方までご視聴していただけると嬉しいです。では早速ルームツアー行ってみましょう。今日紹介するお部屋は803のお部屋になります。アネックス棟のスイートルーム、早速中を見てみましょう。お部屋全体的に映すとこんな感じになっています。はい、ちょっとお部屋からの景色も見てみましょう。おー、こんな感じです。かなりね広々しています。細かいところまでルームツアーしていきましょう。まずですね、入り口入って右側なんですが、こちらはねこんな感じで、はい、掃除機とか、スリッパなどが入っています。隣も荷物が置けるようなね棚になっているんですが、開けてみましょう。はい、こんな感じでお布団のセットも入っています。かなりね広々とした奥行きのあるクローゼットになっています。そして反対側がベッドルームになっています。こんな感じですね。はい、ダブルサイズのベッドが2つのツインルームになっています。枕元の方をちょっとご紹介させていただきますね。こちらの方に、はい、ランプがついたり消したりすることができて、枕元には USB とコンセントが2つあります。で、エアコンもあるので調節できます。ベッドルームからリビングが見えるようになっています。ぐるっと反対側にはクローゼットと、こちらにはね姿見と荷物置きがあります。クローゼット開けてみますね。じゃん、こちらにもね結構奥行きのある、はい、荷物置きとハンガーがあります。反対側はこんな感じで棚があってね、物が置きやすくなっています。続いてリビングの方に行ってみましょう。リビングはこんな感じでガラスのね4人掛けのダイニングテーブルがありますね。そしてこちらにはねもうねシングルベッド、いやセミダブルぐらいのソファーベッドがね2台あります。ここでもね1人ずつ寝れるぐらいのサイズ感ですね。はい、そしてこちらのデスクですね。はい、こんな感じです。でね、電話だったりメモだったり、こちらのねタッチパネルで、はい、ホテルのサービスとかも利用できます。こちら開けてみましょう。こんな感じでランドリーだったり、あとはねこれはコードですね。コードがセットになったものですね。あとこちらは館内案内になっているかと思います。こちらにはセーフティーボックスがありました。こちらにはね何も入ってなかったです。でね、ここに椅子があるので女性はね化粧もしやすくていいんじゃないでしょうか。で、ぐるりと反対側ちょっとキッチン見てみましょう。いいですよね、こんな感じで広々としたカウンターキッチンがあります。はい、でねこちらには2口の
IH コンロがあって、こちらにはゴミ箱と、少しね棚開けていきましょう。はい、こんな感じでフライパン、鍋、あとアイスペールがありますね。お玉とフライ返しなどもあります。まだまだ続くよ。こちらには水切りラックとまな板、あとは洗剤とスポンジ、あと布巾がありますね。先ほど食器を洗ったので、スポンジと布巾はちょっと開けてしまったんですが、新品をご用意していただけてました。気持ちがいいですよね。続いて反対側は、まあ、グラスとマグカップが用意されていて、こちらはね2ドアの冷蔵庫なんですが、下はね冷凍庫になっています。はい、で隣の方にコーヒーマシンですね、カプセルが2つと、こちらにもね三品茶とか、はい、砂糖とかも用意されてます。お水2つと電気の湯沸かし器ですね。で電子レンジがあります。この下は、はい、食器とカラトリーですね、フォークなどが入っています。はい、こちらの方はなんとドラム式洗濯機があります。なんと洗剤も2つ用意していただけて嬉しいサービスですね。結構何度も、はい、洗濯するのでありがたいです。はい、続いてキッチンの次はこちらのリビングですね。こんな感じで、はい、4人掛けのソファーがあるんですが、はい、リビングからの景色がこんな感じです。海がね一望できますよ。ちょっとね先にポーちゃんがベランダでゆっくりしているんですが、こんな感じでねベランダから海が一望できるので、夜はねここでお酒を飲んだり、あとはね近くのお店でテイクアウトしてもいいと思います。はい、こんな感じです。リビングからすぐ右に、はい、空気清浄機があって、こちらねバスルームになっています。バスルームも明るくてかなり広々しています。ちょっとね、はい、なんとお風呂からもこの景色がね一望できちゃうんです。すごいですね。でね、珍しいんですけどこんな感じで、はい、背後にバスタブがあります。でね、こっちのシャンプーとコンディショナー、あとはボディーソープがあります。カフーリゾートのねなんかオリジナルみたいですね。バスタブもかなりね広々していて、入ってみましょう。お、結構ね深さもありますよ。はい、足を伸ばすとこんな感じです。そしてこの景色っていうね、すごい。脱衣所と洗面所はこんな感じで、かなりね明るくて清潔感があります。アメニティの紹介をちょっとさせていただきたいと思います。まずねボディタオルでしょ、あとカミソリ、ヘアブラシもありますね。最近ねヘアブラシないところも多いので嬉しいですね。またヘアターバンまで揃ってますよ。あとコットンセットですね。あとね女性は嬉しいんじゃないでしょうか、スキンケアセットがあります。中開けてみましょうか。中を開けるとこんな感じで、クレンジングジェル、洗顔フォームでしょ、あと化粧水とミルキーローション、乳液かな、揃っています。これがね2セットもありますよ。めちゃくちゃ嬉しい、すごい可愛い。続いてこちらが歯ブラシとコップになりますね。はい、でこちらがドライヤー、すごいですね、カフーリゾートのロゴ入りの巾着で、すごく可愛いです。はい、でバスタオルが2枚と、こちらの方にもねフェイスタオルが2枚ありますね。はい、でバスルームの隣にあるこちらの扉を開けると、
お手洗いになっています。ウォシュレット付きで、はい、すごく綺麗ですね。明るくて広々しています。はい、そんな感じで一旦ですね、さらっとルームツアーさせていただきました。はい、というわけで今日はカフーリゾート付着コンドホテルのルームツアーでした。こちらのホテルはホテル棟、アネックス棟、あとコンド棟の3つに分かれているんですが、今日は一番新しいアネックス棟のお部屋のご紹介でした。はい、久々のね、あのカフーリゾートなんですけど、めっちゃいいなっていう、やっぱりいいなっていうような感想です。こちらのホテルにはレストランが2つとカフェ、あとお土産屋さんとプールもあるので、そちらの方もご紹介していきたいなと思っています。あとね、明日はね、朝食付きのプランにしたので、朝食の方もご紹介していきたいと思っています。では今日はこの辺で終わりたいと思います。私の YouTube ではホテル暮らしのこと、ホテル紹介ですとか沖縄移住のことについて発信しているので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。またこの動画が良かったよっていう方はいいねボタン、いまいちだったよっていう方は低評価、どちらでもいいので評価の方をいただけると嬉しいです。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日の YouTube でお会いしましょう。バイバーイ。